こんにちは肉です今回は昨日大成功をね、収めた NiziU の東京ドームと京セラドームのバーイントアップについての追加の情報がいろいろ出てきたので、ちょっと皆さんにお伝えしたいなと思ってますので、ちょっと最後まで見ていただけたら嬉しいです。ということでですね、なんと NiziU の京、ね、セラドームの注釈付き指定席の追加発売がされました。はい、ということで、まだね、まあ、東京行ってすごい行ってみたくなったよとか、やっぱりね、京セラ行きたいなって方とか、ここの席を買うのでもいいんですが、ただね、 まあね、東京の感じを見てると、まだね、多分その、急に行けない方とかも、やっぱこのご時世ですから、結構あり得ることもあるし、リセールとかもね、まだまだあるので、まあそれもね、検討されるのもありかなと私は正直思ってますね。やっぱ注釈付き指定席だと見えないところもあるので、まあそこに関しては、そうしてもいいのかなっていう感じで、まあご自身でね、検討してみてください。もう余裕がある方は結構京セラも参加していただきたいなと思いますので、やっぱりね、お子さんとかもね、 したいと思う。やっぱりねちっちゃい頃に何を見たかってめちゃめちゃ大事だと思うの個人的になので虹を見てなんかどれぐらい夢を持ったかとかもちろんアイドルになる夢じゃなくてもいいんですけど虹を見ると夢が生まれてすごくねハッピーな気持ちになれて今後もっともっと頑張ろうと思えるのでねはいちょっとよかったら行ってみてくださいということでですねあともう一つこれもねすごく大きいことなんですけど京セラドーム大阪の最終公演のライブビューイングとオンラインライブ生配信が出たということとあとデ リレイビューイングというものも出たらしいですでこれねちょっとね難しいのでお話ししていくんですけど12月18日キョセラドームの大阪で開催される最終公演を映画館で、ね、ライブビューイングがあるのとあとオンラインライブ家でね生配信もあるということなんですよでこのオンラインライブ生配信がね前はちょっと出るの遅かったのでちょっとあれだったんですけど今回一緒にねライブビューイングと出たのでまあ、映画館に行くとやっぱりすごい壮大だと思うので映画館もありだと思うしオンラインライブ もう家でね、みんなで家族とかで見れるので、ちょっと行けないよって方とかはそちらも検討してみてください。でね、プラスでですよ、12月28日に、11月13日に行われた東京ドームの公演の様子。 を、ディレイビューイングすることも決定ということで、やっぱりね、まゆかちゃん1000だったんですけど、行けなかった方もいらっしゃるじゃないですか。なので、そちらもね、ちょっと検討してみてほしいなと思います。ちょっと、概要欄の方にホームページ貼っとくので、やっぱそこはそこで、やっぱりね、まゆかちゃんファンだけど、行けなかった方とか、20のね、ファンの方でやっぱり東京ドームの声も見たいよとか、ね、そのディレイビューイングですね、ちょっと、見てみたいなって方は見ていただけたらなと思いますので、はい、ちょっとそちらもね、 興味を持ったらよろしくお願いします。料金は、えっと、映画館でのは4500円ですね。で、待って <laughs> になってるので、まあ、28日多分ね、そのお子さんとかももう学校とかがお休みになる時になると思いますので、ちょっと見れる方とかね、はい、見てみてほしいですね。もうほんとね、思ったのがこの2日間、その東京ドームの2日間、たくさんの方に声をかけていただいて、もう本当にね、たくさんの、本当にね、年齢層とかもめちゃめちゃ広いですし、えほん 本当にファンの方もたくさんいるし、もうめちゃめちゃ楽しいし、みんないい人だったんですよ。なので、これからも本当にね、みんなで楽しい重活していきたいなと思っていますので、ちょっとこれからも楽しい動画たくさんあげますし、またね、ちょっとあの、Vlog の方もあげますので、そちらも楽しみにしていてください。そんな感じで皆さん、ライブビューイングと、あと注釈付き指定席、ライブビューイングとかオンラインライブについての感想をね、ちょっとコメントで書いていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。本当、昨日、おととい行かれた方お疲れ様でした。そして今日さら行かれる方 私も全部行きますのでちょっとおはい。ちょっとね、あんまりこの時間にここに行くよっていうと、なかなかね、結構大変なことになるかもしれないので、あんまり言えてなくて、そこはね、見つけられなかった方申し訳ないんですけど、京セラの方でも、また違うね、イベントの方でも会えるかもしれませんので、そこでもよろしくお願いします。そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それでは、バイバイ。